大城博満の俺流チャンネル。俺流チャンネル。久々にバットを握られたと思うんですけども、これいつ以来ぐらいになりますか？現役引退してから初めてくらいじゃないかな。じゃあ監督時代をマスコットバットとか、まあ、ノックバットは持たれましたけども、うん、ちゃんとしたバットっていうのは持たれなかった？ああ、持ってない。誰かに選手を指導する時にバットを握られたこともあんまりなかった？ああ、それはノックバットでやってた。今日お願いしたいのは、当時の観音新打法といわれたフォームをですね、ちょっと思い出していただいて、構えていただきたいんですけどね。実際バットは重いですか？ああ、これはそうでもない。ああ立って握るのと座って握るのは違うから。立って持てるとやっぱりそんなに、うん、ちなみに今回は現役時代の素手ではなくてバッティンググローブをつけて持っていただいてるんですけども、なんかやっぱり違和感っていうのはありますか？ああ、違和感はある。それはある。俺流チャンネル。ちなみにですね、まあ、ロッテ時代、中日時代、巨人時代、日本ハム時代と打撃フォームっていうのはかなり変わっていったもんなんですか？ああ、変わってる。同じってことは一切ない。ただその中でもここだけは変わらないってポイントってあったんですか？いや、いつどこでどうやってできたか分かんないフォームなんで、はい、その都度微調整しながら構えてたから、同じ構えっていうのは 2回はないと思う。例えばその毎回毎回どういう部分を微調整されるっていうのは何かあるんですか？ああ、相手のピッチャーによって変わったり。だって人間生きてるから二度と同じフォームっていうのはできない。だからそれは自然に変わっていくんだろうと思う。それはもう毎打席変わっていくんですか？うん、毎打席毎球変わっていくと思う。同じ構えというのは二度とできないはず。その時足のスタンスっていうのも変わるものなんですか？足のスタンスは変わらない。もう上半身、いや、ここの構えた時の角度が同じところに置いたりとしても必ず変わってるってこと。以前西武の各大芸さんと対戦がすごい、まあとね、やりにくかったって話されてたんですけども、やっぱりその時の構えってなんか今思い出せますか？思い出せない。現役の時どうやって構えてたかっていうのは思い出せない。だからこうやって構えてたのか、ここなのか、もっとここなのか、もっと上なのかっていうのはもうその都度変わってるから。かなりインコースのボールを意識されたということなんですけども。ああ、当てられる。当てられたら死んじゃうよ。やっぱりそれがやっぱりこのバットの打撃フォームの進化につながったってのあるんですか？ああ、それはあると思うよ。当たったら自分が痛い思いして野球界から去らなきゃいけないっていう、その危機感からだよ。以前自分の、まあ、ボールが来る枠って言っておられたんですけども、うん、ちょっとそれを、まあ、構えられてどういう枠なのかって今ご説明してもらえますか？ここにこういう枠があるだけど、ピッチャーのとこから自分のところまで。その枠の中に何分割とかあるんですか？いや、その中に入ってて高いか低いかっていうのは、内なのか外なのかっていうのは判断できるはず。大体枠の大きさでどれくらいの大きさで大体決まってたんですか？ベース板の大きさくらいじゃないかな。それをもっとこういう感じで広げていったような感じ。そうなるとやっぱりピッチャーによって全然枠が変わってきますよね。あ、変わる。こっから投げるのとこっから投げるのと角度が変わっちゃう。それはやっぱりその日のピッチャーに対して初球を見られて、あ、こうしようかとかあるんですか？
いや初球は打つ気ないから、はい、鼻からまず見るという、まずどういうボールを投げてくるんだっていうことを確認する意味で初球は見逃してるってことじゃないのかな。いや初球打つ時もあるよ、はい、それはよっぽど対戦が多いピッチャーだよね。それは大体もう球筋が多分こうだろうってその枠の中で見えてるからですか。いや球筋はもう頭の中に入ってる。入ってなきゃそんなことできやしない。だからベテランのピッチャーは大体こういう攻め方してくるっていうのは頭の中に入ってるし、新人ピッチャーは何投げてくるか分かんないからっていうことの分け方だよな。ピッチャーの握りが見えるっていうのはあるんですか。いやそれはね、よっぽどこう外へ出たりなんかっていうんであればそれは分かるけども、そこまでは見てない。じゃあ枠の中に入れば直球も変化球もバットで処理、まあ、当たるっていうのは当てられるっていうのはあるんですか。まあ、真っ直ぐと変化球は軌道が違う。監督の中ではどのあたりでこう変化球と真っ直ぐの違いっていうのは半分よりピッチャー寄りの方じゃないか。俺流チャンネル。ちなみにその現役時代は神主打法と言われてたんですけども、これにたどり着いたきっかけというのは何かあるんですか。いやきっかけはないんだよ。見よう見まねで人がやってるのを見ながら、こういうのにちょっと遊びながらやってみようかなっていうのにたどり着いた結果だと思う。一番最初にヒントにされた方のって誰なんですか。土井健二さんと加藤秀さんだよ。どちらがその構え方に近いっていうのはあったんですか。いや構え方は全然違う。例えば土井さんならどういう部分が一番参考になるか。ここの柔らかさだね、うん、加藤さんは。加藤さんは説明つかないな。ただ見てすげえなって思っただけかもわかんないし、じゃあこれを真似てみようっつって真似たことはあったとは思うけども、神主打法って言われるものにたどり着くまでにどれくらいの方を参考にされたってありますか。いや結構あるよ。それはもう一流バッターだけじゃなく手ですか。ファームにいる選手でもいいもの持ってるっていうのは結構いるからね。だから一軍が素晴らしいって言うけど、一軍でも真似していいバッターと真似しちゃいけないバッターっているはずだから。直接お聞きに行かれた選手っておられたんですか。いない。じゃあもう本当に見よう見まねでいいとこだけを取られたんですか。そうそうそう。で最終的に神主打法と呼ばれる形になったという。もうそういうことだよね。俺流チャンネル。実際神主打法と言われだした時に何か思われたことってありますか。いやもう人が勝手につけたんだからそうなんだろうっていう本当に神主に似てんのかなって。こうかご自身でつけられると思ったらどういう構えだ、何打法っていう名前がつけられますか。まあ打法ってあるのかないのか分かんないからね。その都度変わってるから名前がつけようがないんじゃないの。せいぜいするんだったら落合のフォームだっていうことじゃないの。あ、なるほど、うん、当時正面を向くような、まあ、打撃練習をされてたことが多いと思うんですけども、それなんか理由はあるんですか。正面、はい、正面打ちをされてたっていう。
ああ、ここの肘が中に入るから。それを入らないために、ここで来た方へ打ち返してやるっていう、そういう練習をしたよ。あ、それはもうそういう癖 を修正するっていう、うん、だからその癖を持ってない選手はする必要はないだろうけども、どうしても直さなきゃいけないっていうものがあっただけにね。だからそういうものを総合してこういう形になったんだと思うよ。一番キャンプ中に室内にこもって打撃練習された時間って長かったと思うんですけども、これは一番何をチェックされてましたか？いや、フォームのチェックだよ。それはもう全体的な、うん、その日によってじゃあポイントの修正するところが違うんですか？手を直したら手だけに集中して他のところがおろそかになるだろうし、全体的なバランスを見ながらの打ち方だったと思う。それでもこの中でもカーブをすごい球数打たれたとお聞きしてたんですけども、うん、カーブしか打たない。ピッチャー投げる以外はね、マシンはカーブだけ。まっすぐなんかを打たれるのはやっぱりフリー打撃とかで打撃投手が投げるのってなられたからですか？うん、まっすぐはバッティングピッチャーが投げるボールだけ。カーブを打たれた一番の要因って何ですか？間の取り方じゃないのかな。何キロぐらいのカーブを基本的に打たれてたんですか？70キロから80キロぐらいじゃないのかな。普通ならかなり遅いボールですか？うん、遅いボールだ。遅いボールの方がチェックしやすいってことなんですか？あ、自分のまで打てるってことなんだろうと思う。キャンプ中の室内にこもられた練習なんですけども、もうキャンプ入ってすぐに行われたんですかね？いやいや、すぐは やんないよ。下半身ができてからでないとバッティングっていうのはしなかったから。大体じゃあキャンプインからどれくらいまずその下半身の方に作られた時間を？半分以上じゃないか。あ、下作るまでに、まあ、バッター握りゃいつでも触れるっていうのは自分の中にあったから、そんなに焦ることはなかったし。プロ何年目ぐらいからこのような練習を正式にされだしたんですかね？稲尾さんの時からじゃないかな。ああ、自由にできるようになったっていうのは。じゃあそこからもうずっと現役時代そういうスタイルを、うん、弾数とか時間でしたらどれくらいの時間を打ち込まれることが多かったんですか？まあ日によっては2時間くらい打ってるんじゃない。やっぱりその日の課題をに納得されるまでですか？いや、あの自分の中にあの予定表みたいなものがあってね、まあ、この時期はこのくらい振っとかなきゃいけないだろうっていう、その予定に従って行動してたということだと思うよ。俺流チャンネル。そう、よく水野のマークをですね、こう目安に構えられたってお聞きしたんですけども、それはやっぱり必ずそうだったんですか？いや、必ずこれが自分の目の前に来るように。その理由はあるんですか？いや、この面で打ちたいから。だからバットって必ずこうは出ないから、こう出ていくから、そうすると面はここになるって。大体同じ位置に当たるんですか？うん、大体同じところで打ってるよ。ちなみにシーズン中何本ぐらいバットで使われたんですか？ 2、3本じゃない？ほぼおられないと思うんですけども、その2、3本変えられる時ってどうなってバットを変えられるんですか？耐久性だね。あの潰れてくるから。で、潰れすぎちゃうともう変えなきゃいけない時期なのかなって。基本、まあ、手入れってに関してはなんか特別されてることあったんですか？ジュラルミンのケースに入れて、シリカゲル入れて、湿気対策だね。じゃあもう試合前、試合終わったらすぐにもうそういうケースにしまわれるんですか？うん、長さと重さって決まってたんですか？34半
の930から40くらいじゃないかな。これはシーズンとしてほぼ変わらないですか？いや、年代によって変わってきてる。もっと重いバットを持たれた時もあったんですか？あるあるある。970、80くらいのバットを振ったこともあるし、でも一番軽いので920くらいかな。バットの握り方をちょっと教えていただきたいんですけども。いや、握り方はどうでもいいんだよ。このこうやって握る人もいれば、こうやって握る人もいれば、俺の場合はこれを一直線にして握ってたっていうことだ。だから人それぞれ個性があってね、一律こうじゃなきゃいけないっていうことはないんで、その人に合った握り方ってあるから。初めからグッと握られてるのか、やっぱりそのスイングの時だけやっぱり握られるんですか？ああ、スイングの時だけ。力入れていいのは両方の小指だけ。あとはもう振ったところでこうやって握ってくるっていう、当たるところだけきちっとこう押さえとけばいいっていう、そういう打ち方。それは社会人時代からもそうだったんですか？いや、山内さんから聞いた。あ、プロ入り後、うん、現役時代握力はどれくらいあったんですか？70くらいじゃない。握力のトレーニングとかってされたんですか？ああ、してない。あ、もうバットを振るということだけで握力、うん、ずっと基本的に素手だったと思うんです。そう握られるのが素手で握られた理由っていうのはあるんですか？手袋してると手袋が邪魔だってことじゃないかな。しっくりこない。手とバットがフィットしなきゃいけないってことですか？俺の中ではね。いや、今日は3入りバットで手滑ってバットが掘り投げちゃ困るから手袋してるだけであってね。基本的にバットの素材は現役時代は基本タモでよかった。青タモ、タモ。タモ、なんか違う種類って使われたことありましたか？ない。一時アメリカからホワイトアッシュが来て使ってたことはあるけどね。全然違うもんですか？ああ、違う。ホワイトアッシュは割れるんだ。ピーッと裂けていっちゃうから。だから青タモはそういうことないから。バットを選定される時期っていうのはいつされるんですか？開幕前かな。それはキャンプ中に削ったバットとかなんかが開幕前に入ってくるから。で、時期的にはその時のバットの素材はいい。シーズン入ってからの素材はあんまり良くない。あと最後なんですけども、ちょっとスイングしてもらうことって可能ですか？無理。無理ですか？無理。ありがとうございます。はい、このバットが、サインに応募してくれた方に届きますので、今日はあえて使わせていただきました。俺流チャンネル。